秋田競馬場跡地国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成秋田競馬場は1948年から1955年にかけて現在の秋田県秋田市八橋に存在した競馬場である。1948年2月、県都である秋田市での競馬再開を目指し秋田競馬クラブが発足。 1939年の群馬資源保護法の交付により廃止された八橋競馬場を秋田県畜産組合から買い取り再開に向けての準備を進めていた。1948年6月の新競馬法の交付を受けて当時秋田県では災害が多くかつ戦後の復興などにより財政も苦しかったため、 羽生池けき知事が秋田市と大館町での競馬場開設を決定。秋田県が秋田競馬クラブから八橋競馬場を600万円で買い取り、300万円をかけて大幅な改修を行い、1948年10月に秋田競馬場として開設した。第1回県営秋田競馬が1948年10月6日から10月9日までの4日間開催され、 209万2760円の売り上げを記録。1950年6月の開催では、女性騎手、時田つえが参加し、万営競争も開催されるなどして、人気はあったものの売り上げは赤字続きであった。その後も、天候不順などにより入場者数及び売り上げは減少を続け、赤字は膨れ上がり、1955年3月31日を、 もって、大館競馬場と共に廃止された。競馬関係者により、秋田市営での開催を模索するも、実現には至らなかった。秋田競馬場及び大館競馬場の廃止に伴い、秋田県の競争場生産は大打撃を受けることになる。特に、サラブレット生産が盛んであった戦北地方では、市場取引価格が大暴落するなどして、 山形県や福島県などに販路を拡大しようとしたものの他県でも競争場生産が盛んであったため思うようには売れず秋田県の競争場生産は衰退する結果となった秋田競馬場跡地は秋田県から住宅予定地として秋田市に売却されたが一部は秋田市から帝国石油に転売され帝国石油秋田工業所が置かれていた現在 秋田競馬場跡地は、国際石油開発定石秋田工業所や八橋、ショッピングセンター、住宅地などがある。ありがとうございます。